37mm GMC M6 は、これを製造した、クライスラ参加のブランド名から、M6 ファーゴとも呼ばれた、第二次世界大戦で運用されたアメリカ陸軍の対戦車自走砲である。本社は、戦車駆逐区大隊の装備として、1942年2月に、正式採用された。37mm M6 対戦車砲、ダッさ3。 4トントラック WC-51 を回収した WC-55 に搭載したカニ、対戦車車両である。とりあえず、手頃な小型軍用トラックの荷台に砲賀と弾薬箱を追加、棒立て付きの対戦車砲を搭載しただけのカニーな構造で類似したものとして、イギリスでも AEC またドールトラックに6ポンド対戦車砲を搭載した。 ディーコン対戦車自走砲が生産されている。1943年のチュニジアの戦いで、第601及び701戦車区畜大隊の装備として実戦投入されたが、当時のドイツ軍戦車相手では、威力不足で評判が悪く、現地では砲を下ろして、通常のトラックに戻してしまった。このため、同年9月には早くも限定配備となり、 1945年1月には完全に退役した。戦車駆逐部隊の装備としては、これに代わってずっと本格的な対戦車車両である M10GMC が配備されている。車体前方に向けて発砲すると爆風と衝撃波でフロントガラスを割ってしまうため、射撃は後方、速報に向けて行われた。ウィキメディアコモンズには m 6ファーゴに関するメディアがあります。 ありがとうございます。